スタートした、スタートした。オッケーオッケー。よし。はい、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 あ、よいしょ。はい。はい、こちら、10分ノーカット編集でございます。はい、監督ラボを見ていただいている、視聴者の皆さん、こんにちは、監督ラボの監督です。というわけでですね、今回は、配信アプリポコチャ、この5月1日からスタートするというわけでですね、そのね、前段階としてこんな感じになるよというですね、雰囲気動画を10分間ノーカットで作らせていただきました。こちら撮った後にすぐね、動画投稿しますので、した動画を今見ているという状態ですね。はい、はい、はい、10分動画ノーカットです。で、ですね。はい、時間が刻々と過ぎ去っております。もう1分経った。やばい。急げ、急げ。はい。というわけで、画面のところに、カウントは、とか、編集できないからカウント出せないのか。こういうアナログの手法をまさか今の年になってやるとは思いませんでした。というわけでですね、ちょっとアナログ手法でやっていきたいと思います。はい。で、ポコチャなんですけども、監督ですね、YouTube 動画をたくさん出しております。配信アプリポコチャの内容の動画を、こっち、あ、違う、これないんだ。ここにサムネイル出したい。はい、ですね、ポコチャとは何かという動画と、ライバーになるみたいな感じの動画を出しております。概要欄にですね、その動画、動画の URL を出しておりますので、ぜひそちらも見ていただければね、この動画がなぜここに出されたのかという理由がわかります。はい。というわけでですね、ポコチャのライブなんですけども、監督ですね、5月1日、明日から、配信させていただきたいと思うのですが、あと8分ですよ。はい。2022年5月1日、9時から、デビューいたします。はい。よろしくお願いいたします。はい。はい。やばい、喉か、ちょっと水飲んでいいか。こういうのも、リアルタイムならではの、ウォーターサーバーで水を飲む。ちょっと、喉乾いた。あと7分、やばい !7 分か、ちょっとやばい。ちょっと、垂れるが時間。とりあえずまずですね、明日9時からやります。で、ですね、3回に分けてやるんですけども、初回9時からですね、これがね、もう監督のもう、初ライブね。アプリはもうダウンロードしてるんですけども、録画ボタンを押すタイミングでもスタートです。はい。よろしくお願いいたします。で、ポコチャなんですけども、いろんなライバーがたくさんいます。で、そこでね、雑談枠で出したとしても、監督は確実に埋もれると思うので、ちょっとテーマを考えてきました。船です。はい。どれだ?どれだ?どれだ?違う。違う。どれだ?あったあったあった。はい。テーマ、こちら。はい。船でございます。はい。その配信の、場所を枠というんですけども、監督はテーマ、船というのでですね、最近ハマっています、ワンピースにちなんで、船にさせていただきたいと思います。で、まあ、普通にね、まあ、船って言っても、まあ、そんなもん、どうでもいいんですけども、どうでもいい。いや、編集したい。編集したい。常にですね、配信のそのページに入ると、波の音がね、バックグラウンドでね、流れているというイメージを、掴んでいただければなと思っております。はい。で、詳細に関してはですね、Twitter アカウント、ファーストムーンというで、ところで検索していただきますと、見ることができます。はい。ちなみにこの10分動画なんですけども、1ヶ月後、ライブ配信終わった後にですね、こういった同じ動画を10分撮りますので、まあ今の状況とちょっと比較して見ていただければなと思っております。やばい、6分はい。ですね、で、今回この監督の枠で、やる内容としましたですね、まず必ずやることが2つあります。はい。冒頭にですね、インド動画ダンスをやります。月曜日からですね、平日運転にするんですけども、22時半からですね、スタートの時点で、トゥメニというですね、インド映画のダンスシーンを踊ります。そこから2時間ですね、平日は毎日やっていきたいと思います。で、あとフィギュア模写というのがありまして、例えば、準備してました。はい、ワンピースルフィ、初日ですね。こちらは明日の22時半の回で、こちらをですね、この100均で買ってきた、この、これなんていうの、自由帳、に書いて、見せる。これをですね、1ヶ月毎日やっていきます。まあ、このダンスと、フィギュア模写をやっていくというわけですね。はい、残り5分ですね。で、この2つはまず確定要素として、毎日、この22時半の回からです。回の中で絶対にやります。で、それ以外にですね、いろいろな企画がありまして、
あ、違う。その前に、1ヶ月企画なんですけども、この配信ライブをまず1ヶ月やるのと、その中で、これをやる。で、さらにですね、これはライブとちょっと関係ないんだけども、ちょっと言いたいです。はい、この5月の中で、まず早起き、毎日7時半に起きて、ナビと軽くランニングをして、体の調子を整えたいと思います。はい、続きまして、腹筋筋トレ ×3 を、8セット ×3。はい、こちら、ちょっと詳細省きます。これもライブで言います。はい。2年前に買ったやつ、はい、今回やります。はい。あと4分。続きまして、美肌作り。やっぱりこのライブ配信というわけで、顔ですね。最近上げた動画、ニキビありましたよね。はい、すいません。というわけでですね、1万円ぐらい美容品を買いましてですね、この1ヶ月で、この肌の綺麗さを、ちょっと動画を通して見ていただければなと思います。動画連動もしており、YouTube 動画連動もしてますので、よろしくお願いいたします。あ、もうこれ時間だからカット。はい。で、これ終わった。あと4分。はい。で、あと他にですね、今考えている、実際やるかはわかりませんが、一応ストックとしてこういったネタがあります。はい。日常トークやったりとか、あと自主映画と YouTube の実はこんなことありますよ、みたいな。こういったその裏事情とかも話したいな。裏事情、そんな裏事情ない。はい。あと、リアルタイム商品レビュー、あと3分。はい。フィギュア開封レビュー。あと、インドダンスの音楽をバックミュージックに流しながら、なんか踊るダンス、チャレンジ曲、なんか激辛とかやりたいけども死ぬよね。あと、カラオケ、モノマネ、食レポ、あと飲みレポ、お悩みコーナー。これ監督が、お悩みを相談するのではなくて、リスナーの方がお悩みをするのを、監督が答えるというですね、大丈夫か俺。はい。で、あとは心理テストを、なんかみんなとやれればなという形ですね。もう一回宣伝します。2022年5月1日9時からスタート。あと3分。ちょっと待って。足りない。はい。で、まず明日に関しては9時からスタートしていきます。まあ、詳細に関しては動画概要欄を見ていただければなと思っております。で、朝と自主映画のところでちょっと時間変動があるんですけども、それ以降に関してはですね、こちらの時間でやっていく予定となっております。はい、こちらの10時からと11時の回は土日限定で2時間ずつやっていきます。で、通常の平日はですね、これは毎日なんですけども、22時半から24時半まで、こちら平日、土日含めて、ここは確定の枠です。はい。で、土日だけこの枠が増えてくるという状態です。で、この夜の回は、創作ダンス、インドダンスが冒頭に入ります。ああ、この辺の理由も言いたかったけども、時間があと2分なので、ですね、あとなんか言っておきたいことはね、はい、あとですね、この YouTube をご覧の皆様、監督なんですけども、名前と顔を覚えるのが苦手なので、YouTube から入ってきた方、Twitter から入ってきた方、YouTube から入ってきたよとか、Twitter から入ってきたよとか、名前とか言ってください。多分、初めましてっていう感じになるかと思いますので、まあ、もしそれ言っていただければ嬉しいと思います。あとなんかやることあるか。あ、あとね、ちょっとグッズ買ってきたから、100均のこのね、ホワイトボード買ってきました。それから、なんかコアっていうのがありまして、コア取った方は、ここに名前を書いて、貼ります。これ貼れねえじゃねえかよ。場所変えよう。はい。で、あと、自主映画で使うマラカス。はい、音源、うるさいな。はい。あと1分45秒でございます。はい。あとなんか足りない。あ、書いてた。本当に全然気軽に来てもらって結構です。はい、とりあえず今回のライブに関しては1ヶ月絶対に毎日1回は必ず配信しますので、よろしくお願いいたします。はい、その他にもですね、YouTube の連動企画も、このね、ライブ配信と組み合わさっておりますので、そういった部分も YouTube 動画として今後どんどんと上がっていくかと思います。はい、で、あと1分ですね。はい、で、配信でやっぱ学んでですね、監督自身もいろんな面で成長していけたらなと思っております。はい。あと一応監督ラブというわけでですね、普段のなんていうの、着物的なやつとか帽子とかは外して、私服で出る予定です。はい。で、あとですね、ちょっと不安点としましてはですね、あと1分です。はい。スマートフォンの縦型になります。ということと、あとナビがたまに入ってきます。あと俺 NG ワールドとか喋っちゃわないよなっていうと不安定もあります。はい。あと、無課金でも全然来て OK です。もうどんどん入って、あと43分、来ていただければなと思っております。まあ、こういったね、リアルタイムね、今10分なんですけども、基本2時間なんて20倍喋るというわけですね。このペースだと喉が枯れる。あと30秒でございます。はい。というわけでですね、明日9時からね、まあ、これなかったとしてもですね、3回やって、22時半と覚えていただけましたらですね、よろしいかと思いますので、よろしくお願いいたします。アプリにですね、ポコチャと検索してアカウント入れまして、あとはですね、この YouTube の動画の概要欄にね、プロフィールのページが貼っていますので、そこから入っていただきますと、配信、更新、録画ボタンを押したら、多分そこに、
通知が来ると思うので入っていただければと思います。ではライブ会場で会いましょう。はい。